はい、皆さんどうもこんにちは、山ちゃんでございます。今日はですね、東京オートサロン2024来ております。デリカミニっていうか、もう三菱車といえばジャオさんでございます。ありがとうございます。ジャオさん、内田さん、お付き合い長いですね。私とね、長いですよね。それこそもう25、6年になります。そうですよ、四半世紀だ。長いですよね。もうちょっと腐れんな感じでございますけども、まあ、あのね、製品については真面目に聞いてみたいと思いますので、はい、ありがとうございます。ジャオさんの候補、内田さんでございます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、はい、ということで内田さん、デリカミニ、まあ、発売してから大体7ヶ月、8ヶ月ぐらいですけども、はい、やっぱりね、私のイメージはデリカ、まあ、バジェルとかね、ジャオさんっていうことですけど、まだパーツとしては、まあ、フルセットではできてないですけど、どんな感じに見えました、まずデリカミニ。いや、もう全然、やっぱりうちの中でデリカシリーズっていうのもやっぱ欠かせない存在なんで、もうデリカミニが出るとなったら、よしっていう感じだったんですけど、何分にもちっちゃい会社なんで、いろいろこう、なんていうかな、順番があったりして、なかなか手をつけられなかったんですよ。で、なんですけど、まあ、オートサロンには出さないわけにはいかないだろうということで、最低限、これだけは揃えると、なんとなくデモカーに見えるかなっていう形にまでは仕上げて。仕上げてきた。こういう形のカスタムだっていうことで、ほら、ジャオさん先にイラスト上げるじゃないですか。あそこにはね、これ車実際は今 100% にはなってないけど、はいはいはい、完成っていうか、ああいう形には作り上げたいな。基本は、パジェロとパジェロミニ、うちの車、あれをこう思っていただけると、そんなに遠くないかなという感じなんですけど、やっぱり最終地点としては、うちのデモカーのデリカ D5 とデリカミニを並べて、あ、なんか可愛らしいこう血縁かなって言われるような車にしたいんです。で、それにはやっぱり樹脂のパーツ、フェンダーガーニッシュだったりとか、グリルだったりとかっていうのが欠かせないんですけど、残念ながらその辺の商品って時間かかるんですよね。そうですよね。開発がね、かかりますからね。なので、今回は、時間のかからない金物と、マットガードとかなんですけど、ちょっと力が入ってるのは、アルミホイール。アルミホイル、アルミホイル。新作のアルミホイルですよね。うちで軽自動車用の4ケツのホイールって今までなかったんですよ。そうか、ジムにはあるけどね。そう、ジムにはあるんですけど、軽自動車用の4ケツなかったんですよ。ただ、この車にどこかから持ってきたホイール履かせるわけにはいかないんで、それはいかない。そうですね、そうです。もうオリジナルで作りました。あら、作りました。これがね、うちの現れなんですよ。はいはい、うちの現れ。なるほど、やる気が違うぞと。うちのパターンとしては、この車どうなんだろうなっていう車は、まずはマットガードを出して、マーケットの動向を見るっていう流れがあるんですけど、ありますよね。ホイールを作るってことはね、まずないんですよ。そうですよね、だって作っちゃうと。そうもうそれで売らなくちゃいけないね。ただそう、デリカシリーズはありがたいことに、間違いさえしなければ、設定した商品はきちんと売れるっていう流れがあるんで、もうあれですよ、親デリカなんかもだってね、ジャオススタイル、いやいっぱいじゃんかみたいな。そうです。もう競争相手というかね、コンペティターの皆さんたくさんいる中で、まあ、うちの商品もちょっと選んでいただけるところはあるんですけど、まあそんなお客様の、例えば奥様のセカンドカーだったりとか、っていう車で、この車、買われる方も多いと思うんですけど、実は、作り上げてったら、もうお父さんが乗りたくなっちゃったって、そんな車にしてきたい。なるほど。そんな感じです。わかりやすい。はい。オイルを筆頭に。はい。この、あれですよ、ガードマンですよね。これがね、もうね、僕初めて、うちの社員を褒めたんですよ。はい。よくここまでやったねと。それは何故に？軽自動車って、クラッシャブルゾーンがあるのと、寸法が少ないので、バーを作るのってすごく難しいんですよ。ただ、プラス、この車はここにセンサーがあったりするので、こういうバーはもうなかなかできない。できない。じゃあ、でもなんかつけないわけにはいかないから、バーを一本つけようかねっていう話をしてたんですよ。なんですけど、出来上がったのを見たら、ちゃんとここにプレートがついてるじゃないですか。そう、スキットプレートついてるって、ジャオさんのロゴ入りの。だこれで、スキットバーって言えるじゃない。あら。こんなことできるんだって。ちょっと。そう。若手は知らないうちに成長してたんですよ。そう。ちょっとね、デザインの制約はありますけど、やっぱり親子っていう感じがね、デモカーとして出せる。そうなんですよ。名義なので。バー一本だと、また新しい商品名考えなくちゃいけないなと思うんですけど、そう。これもスキットバーって、これきちっと売れるんで。ね。で、多分、うちのお客様には喜んでいただけるデザインじゃないかなと思うんですよ。そうですね。そう。だからね、さっきね、ちょっと内田さんもおっしゃいましたけど、やっぱりね、親デリカあるんですよ。そう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 。で、ジャオさんの
の、そうそうそう、親デリカのパーツいっぱいあって、あれが子供で再現されますよね、そうと。で、ね、それを元を正すと、スペースギアの時からそういう流れがあるんです。はいはいはい。もうデリカのね、慣れ親しんだ流れが。うんうん、だデリカが D5 がまた出た頃に、うん、昔スペースギアに乗ってました。はいはい。あの、子供の頃にスペースギアのカスタマイズカーを見て憧れてましたとか、うん、そういうお客さんがたくさんデリカの D5 のお客様にいらっしゃったので、うん、はいはい、今度はそれがこっちに、そうなんですよ。ね。反映されるんじゃないかなってと、はい、内田さんのあのイラストにはまだねちょっと足りない部分もありますけど、はいはいはい、出てくると、はい、これ出てきますし、お楽しみにしてくださいっていう感じです。はい、はい、いつ出るいつまだあ、でもフェンダーガイニッシュは、うん、もう型取りは全部終わってるんで、はい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 、早ければ3月ぐらいにはと思ってるんですけど、うわ、もうすぐじゃない。うん、で本当はこのオーツァルに出したかったんですよ、うんうん、ただギリギリ間に合わないわけではなかったんですけど、はい、それでちょっと変なことすると後にめんどくさくて、ああ、分かる分かる、それはきっちりとそうね、お見せした方がいい。なので今回オーツァルの出店は諦めて、うん、きちんと製品化しましょう、うん、その代わりあんまり間を置けずに出せるようにしましょう、うんうん、はい、でそしたら、はい、今回は発売前製品、もう発売しますみたいなのが、発売前製品ですね、こんな感じ、うん、発売前製品、うん、これから例えばこれなんかも、はい、ほぼ製品と同じ同等にできてるんですけど、うん、はい、もう一回ちょっとこう一回バラして、さすがジャオさん、さすがジャオさん、熟成をかけないとね、ジャオさんのクオリティにやっぱり持っていかないといけない、そんな感じです、はいはい、ちなみにあの人気のマットフラップ、はい、スノーサバイバーでね、あの、はいはい、協力いただいて、あの時からもう人気の商品なんですけど、うん、あのあたりの販売って多分皆さん問い合わせも多いと思うんですけど、マットガードは多分、うん、すぐ出るんじゃないかな、もうその2月ぐらい、はい、2月っていう、あ、2月、もう今1月ですよね、まあ遅くとも3月には出れると思います。じゃあ待ってる方はもう少しと、そうですね、お待ちいただけると、ね、いいかなと。そうだ、あとラックルーフラックでしょ、ルーフラック、これも、うん、最初はあんまりバリエーション増やしたくないので、他の写真用の、だから他の写真用とか汎用のやつを乗っけて、ああ、まあそうですよね、足だけ変えてね、うん、って思ったんですが、うん、あまりにも不格好なんで、うん、でやっぱりデリカ、これも専用のサイズで作ったんです、大丈夫、そうそう、大丈夫だと思うんですけどね。富士山スノーギアも、いや今回ほら三菱さんの、あ、そうですよね、カスタムプロデュースのスノーギアがほら親デリカと小デリカ、で、あそこで使っていただいて、うん、あ、よかったな。うん、あ、そうそうそう、なるほど、やっぱりね、親子イメージって皆さん三菱さんもね大事にされてるの で、 そうです、ね、やっぱりあの D5 もロータイプ、はいはい、あれもまだちょっと試作品ってお聞きしてますけど、はいはい、デリカのロータイプと、はい、まあ、デリカミニを採用させていただいて、はい、あの非常にまああの高評価なところだと思うので、だからジャオさんとジョイが今後ねまだ出てくると思いますし、そうそうす、ね、定番のフェンダーなんかはね、うん、はいはいはい、もう期待してる方いっぱいいると思うので、ちょっとこの最近ほらね、トヨタさんの車が忙しいのもありますけども、ね、はい、まあ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 、そこら辺もちょっと落ち着かないな、まだな、まだいっぱい出るな、全然落ち着かない、全然落ち着かないです、全然落ち着かないんですけど、うん、あの別にどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、うん、こうやっぱりトヨタさんも、うん、大切なんですけど、やっぱり僕ら三菱、うん、バジョロに育てられてきたというか、うん、っていう気持ちがあるので、うん、今こうやってまあ、あとになりますかね、はい、ライトとか、はい、デリカミニとか、はい、期待の新人がいっぱい出てきて、うん、なかなか開発は追いつかないんですけど、はい、頑張っていこうじゃないか、頑張っていこう、はい、いうことで、千田さん大変じゃないですか、はい、大変じゃないですか、もう、いやいや、僕は引退した人間ですから、違う、ほら若手にこう任せて、あのね、はい、よく言うんですけど、引退した人間は終わりがないんですよ。引退しちゃったからね。そういうことなるほど ね、終わりを超えちゃったって、そうだからもうやり続けるしかないんです。あ、まあ頑張ります、はい、デリカといえば、うん、ジャオさんでございますんで、とんでもないです、ぜひ頑張ります、いろいろ発、はい、ね、出していただければと思いますんで、はい、またね、あの車の方出来上がりましたら、はい、まあ私たちあのこう見えてあのデリカミニのカスタムプロデューサーでございますんで、はい、またいろいろご紹介させていただきたいと思いますので、はい、期待してお待ちしております、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします、ということで今日はですね、ジャースの候補内田さんにね、いろいろデリカミニについてお聞きしました、どうもありがとうございます、さよなら。